速度論、速度論、速度論は、数学の実解析における一分野で、速度とそれに関連する概念、完全化法則、加速関数、積分等を研究する。ここで、速度、速度とは、面積、体積、個数といった大きさに関する概念を整地化、一般化したものである。よく知られているように積分は、面積と関係があるので、積分、 厳密には、ルベーグ積分も、速度論を基盤にして定式化、研究できる。また、速度の概念は確率を数学的に定式化する、際にも用いられるため、これもゴルフの行為、確率論や統計学においても、速度論は重要である。例えば、サイコロの目が、偶数になる確率は目が1、6になるという6つの事象の集合の中で、2、4、 6という3つ分の大きさを持っているため、速度の概念で記述できる。与えられた集合上の速度は2段階のステップで定義され、まずその集合の部分集合で速度が定義可能なものはどれであるかを決め、次にそれらの部分集合に対し具体的に速度を定義する。速度の定義は操作的、形式的に与えられ、 必要とされる要件は、空集合の速度がであることと、このな集合の速度の和がそれらの集合の和集合の速度と一致することだけである。前述した面積、体積、個数がこれらの性質を満たすことは容易に確かめられる。重要なことは、上の定義でが加算個であっても良いということである。このことが、速度論をベースにした積分の定義、ルベーグ積分を、 従来の定義、リーマン積分よりも使いやすくしており、前者では適切な条件の元積分と加算和の順番を交換できることを保証できる、境収束定理が、後者の場合は同じ条件下であっても、この種の交換は有限和の時にしか保証されない。また、速度の概念は、速度が定義できない集合の存在を許容している。 例えばフォーミュラ1乗の面積を速度とみなした場合、これはすなわち面積が定義できない集合が存在しても良いことを意味する。しかも実際にそのような集合は存在する。しかしながら面積を定義できない集合は通常の方法では作れない。そのような集合を作るには選択行為が必要であることが知られているため、 面積が定義できない集合があるという事実は、フォーミュラ1上で、速度論を展開する上で、あまり障害にならない。ただし面積が定義できない集合が存在することを利用すると、非常に不可解な性質を導くことができることが、知られている、バナッハイコールタルスキーのパラドックス。歴史的に微分積分学で扱うことのできた、素朴な意味での体積、一般には多次元の体積は、 リーマン積分を用いて表され、有限可法的であった。1902年、アンリル・ベーグは、彼の学位論文、積分、長さ、体積において、速度の概念を確立する。これにより、新たに定義された体積は、完全可法的であることを積極的に要求したた、極限概念との親和性が高く、そのためリーマン積分、 ジョルダン速度による場合よりも多くの集合二体積が定義可能となった。これが速度論の始まりである。形式的に集合の部分集合からなる完全化法属上で定義される加算化法的速度とは拡張された区間に値を持つ、つまり無限大も許す、皮膚値の関数であって、次の性質を満たすもののことである。 速度空間が有限であるというのは、が、有限値であることである。また、が、速度有限なる加速集合の加算和で表されるとき、は、低有限であるという。速度空間に属する集合は、それが、速度有限なる加速集合の加算和であるときから有限速度を持つという。例えば、実数全体の集合に、標準ルベーグ速度を考えた。 速度空間は引く有限であるが、有限ではない。実際に、任意の整数に対して、閉区間を考えると、これらは、加算個であり、それぞれ速度であって、和集合を考えれば実数直線を尽くす。対して、実数全体の集合に数え上げ速度を考える。これは、実数からなる有限集合に、その集合に入る点の数を対応させるものである。 この速度は低有限でない。なぜなら、どの速度有限な集合も有限個の点しか持たないのであって、その加算個の和集合は高々加算であるので、非加算集合である、数直線を被覆し尽くすことができなからである。加速集合がであるとき例集合という、速度が完備であるとは、例集合のすべての部分集合が加速であることである。 もちろん自動的に霊集合自身が加速となる。速度を完備速度に拡張することは簡単である。単純に加速集合と霊集合の分だけ異なる集合たち、すなわちそのようなとの対象差は霊集合であるを全て合わせたもののなす完全化法属考えればよい。いかに重要な速度をいくつか掲げる。ある目的においては、 速度の取る値を皮膚の実数あるいは無限大に制限しないものも有用である。例えば、加算化法的な集合関数で、不符号も許す実数に値を取るものは、符号付け速度と呼ばれる。同様の関数で、複素数に値を取るものは、複素速度と呼ばれる。バナッハ空間に値を取る速度は、スペクトル速度と呼ばれ、主に関数解析学において、スペクトル定理、 などに用いられる。これらの一般化した速度との区別のため、通常の速度を、正規速度と呼ぶことがある。他の一般化として、有限化法的速度がある。これは、完全化法性の代わりに有限化法性を課すことを、除けば、速度と同じである。歴史的には、こちらの定義の方が先に使われていたが、あまり有用ではないことが証明された。ハドビガーの定理。 として知られる、積分器科学における注目すべき結果によると、のコンパクト突集合の有限和の上で定義された、平行移動不変、有限化法的で、必ずしも皮膚ではない集合関数のなす空間は、スカラー倍の違いを除き、核に対して、次数の等し次な速度とそれらの速度の線形結合からなる。次数の等し次なとは、任意の集合は、 倍すると速度が倍になるということである。次数の等し次ぎな速度は通常の次元体積であり、次数の等し次ぎな速度は表面積である。次数の等し次ぎな速度は平均幅という5彰を持つ不思議な関数である。次数の等し次ぎな速度はオイラー表数である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。